はい、お名前は？及川龍之介です。高校生ですか？はい。福島のコートをなんか放射の汚染のことを、海とか食べ物いろいろ、日本安全と思いますか？安全とは思いません。でもなぜ？例えば放射能で汚染された海で生きてる生き物は、それによって、はい、例えば放射能の害を含んで、それを食べることによって、人は安全とは限らないか。そうそうそう。それで、未来心配してますか？心配です。はい。頑張ってください。ありがとうございます。はい。